リサ・スタンス・フィールドは、イギリス生まれのシンガー・ソングライター、女優。イギリス北部のランカシャー・メトロポリタン・バラ・オブ・ロッチデルに生まれたリサは、10代からテレビ出演するなど、早くからそのキャリアを形成している。14歳の時、地元テレビ局のタレントオーディション番組で優勝し、子供向け番組のパーソナリティを務めた。1983年、友人二人とポップトリオ、 ブルーゾーンを結成。この時のメンバー、イアン・デベイニーとはその後も、リサの音楽プロデューサーとして、また夫として関係が続くことになる。ブルーゾーンは満足なヒットに恵まれなかったが、クラブシーンで少なからずファンを獲得。大きな転機となったのは、たまたま遊びに行ったダンスデュオ、コールドカットのセッションで、ゲストボーカルとして起用され、シングル曲、ピープルホールドオンが、 全英シングルチャートでトップ20入りしたことから始まる。ここからソロシンガーとしての活動が始まり、バンドメンバーのイアンは改めてプロデューサーとしてサポートすることとなった。初のシングル This is ライト Light Time は1989年9月にトップ20入りを果たし、自作 All Around the World は全英シングルチャートでナンバー1アメリカでもスマッシュヒットとなった。 この曲は、ポップチャートのみならず、R&B チャートでもナンバー1に輝いている。この年の締めくくりには、数々の音楽賞を受賞し、一躍イギリスにおける、トップシンガーの仲間入りを果たした。日本でも同年、日本テレビのアイキャッチに採用された。以来、コンスタントに、シングル、アルバムを発表し続け、1992年4月には、フレディ・マーキュリー追悼コンサートでは、 クイーニやジョージ・マイケルと共演している。1990年代後半にはアメリカでの人気は下火となったが、欧州内では依然として高い支持を受け続けた。特に1990年代のディスコクラブシーニへの功績は大きい。1998年にイアンと結婚。その後は大きなヒットに恵まれていないが、2003年にリリースされたベストアルバムを含め、これまでに 全世界で1400万枚を売り上げている。1990年春日本テレビのシーンやジングルに使われた。1996年に日本のチャーゲーアスカの楽曲を世界のアーティストがカバーするトリビュートアルバムワンボイス・ザ・ソング c h ブ・チャ a ゲアスカでアスカが書き下ろした新曲テイクメアウェイをアスカとデュエットし日本版の追加曲として収録されている。 ありがとうございます。